女子は行くぞ。誰やねん、見てな顔してるわ。この一個、ご一個誰ですかみたいな顔してるの。失礼します。剣士様戻ります。プルアが家出てくるまでの時間みたいになってるからね。今回は1分27秒06か。あんた今までどこに。幽霊じゃないわよね。私は今まで砂ざらしだっけのぬいぐるみを集めようとしてました。何その腕。ここにたどり着いたと。お、いないな。え？そうなんですよ。遠くに行きすぎると、プルアちゃんとジョシュアちゃんどっちもいなくなっちゃうみたいなんですね。BGM がミニゲームの BGM だ。深刻な感じしないだから、先生。プルアさんだけ消えるっていう現象は紹介したんですけど、遠くにやると、ジョシュアちゃんも消えます。え？お、あ、うん、来い。あ、今はここを離れるわけにはいかない。任天堂最強呪文は来ると。お、コズミワープと違ってあれだよね。世界記録出せないんですよね。飽きた、やめる。コズミワープなんで優秀なんだろう、こんなに。コズミワープ優秀やな。前ね、普通にポーンって落としたときは、まあ、なんでか距離が空いたからかもしれないんですけど、消えちゃったんですけど、こうして、こうね、捕まってれば。あ、やっぱいけるんだ。小積みを地点に持ち込むことは可能です。ちょっとできないって言っちゃった方ごめんなさい。できます。小積み地点に持ち込めるのめちゃめちゃ強いけどね。頑張れジョシュア。あー、ダメか。リンクだけか。やっぱ NPC はいけねえんだな。で、せっかく地下まで来たので、コズミファイヤーで照らしたいところなんですが、コズミワープしてみましょう。地底からのコズミワープ。おー、やっぱコズミワープがね、なぜか知んないんですけど、起こらないんですよね、地底まで来ると。なぜかコズミファイヤーになってしまうんですよ。ただコズミファイヤー非常に便利ですね。これとかね、奇襲するんで、奇襲したらもう絶対勝てるもん、こんなの。ひでえな、鬼みたいな武器だな。ほらもう、アサシンだもん。こんな目立つ武器なのに、アサシン能力高すぎるもん。え
ダメダメ、遅い遅い、気づくのが遅いよ。こっちはもっと長くできちゃうんだ、この武器。本当だったら、本当だったらもっともっと安全に勝てちゃうんだこれに。これさ、これ大丈夫か。鳥だっただろ、お前鳥じゃないんか。四賢者集められると思います。なんだ、魚と女の子のとこやってないんですけど。ねえ、あそこってなんだ。四賢者多分集められると思います。赤く染まりしつき。なんかユンボーもそうなんですけど、チューリ君がもう、こういう風に、すげえスーって滑る瞬間あるんですよ。話す、ただねえあそこねえあそこっていうのでユンボーみたいなワープは起こしてないですね。まあ4賢者集められますねこれ。まあ僕も集めるんですけど、おそらく集めるってなるとだいぶ先にはなってしまうんですけど。ここずっと追従してくれてるんですけど、まあユンボーと一緒ですね。こうちょっと進むと追従モードが切れます。ここでチューリ君は単独で一瞬動くんですね。あれなんだろうって。この時ね、追従してくしないんですよ。この時に運んじゃえば多分みんな集結できると思うんですけど。で、普通話しかけると見てってなるんですね。ユンボーノはワープするので優秀ですね。ただ集める時にチューリ君も使えるな、これ。この時ね、追従してくしないんですよ。この時に運んじゃえば多分みんな集結できると思うんですけど。